1> 第1次、マニュエル・バルス内閣は、マニュエル・バルスが首相に任命され、2014年3月31日に成立し、同年8月26日まで続いた、フランスの内閣である。フランス第5共和政下における37代目の内閣であり、フランスはオランド大統領政権下における3番目の内閣である。2014年統一地方選挙における、 与党左派勢力の大敗を受け、2014年3月31日午後、第2次エロー内閣は総辞職した。同日夜、オランド大統領はエリゼ宮殿においてテレビ演説を行い、マニュエル・バルス前内相を新首相に任命することを発表した。事例は翌日の官報に掲載された。4月2日午前、大統領デクルによって、 その他の大臣が任命され、同日11時25分に新内閣の閣僚名簿が発表された。続いて午後には新旧大臣の間で権限の異常が行われた。担当大臣の名簿は4月9日16時50分に発表された。2014年4月1日、バルス首相はヨーロッパエコロジー、緑の党の代表団と会談し、 エネルギー転換を継続するとともに、社会正義と地方文献を施行する政策を実施する意思を明らかにした。この会談を受けて、イーラブ執行部は、とりわけ環境、エネルギー、住宅及び運輸を所管する重要ポストを提示されたにもかかわらず、賛成7、反対3、危険後でバルス政権に参加することを拒絶した。この決定は、 ジャンバンサンプラセ上院議員や、バルバラ・ボン・ティリ、フランソワ・ドルジー・両会員議員といった、多数のイーラブ所属議員から批判されている一方で、全内閣の閣僚であった、パスカル・カンファン、セシル・デュ・フローからは、支持されている。エマニュエル・コス・イーラブ全国書記によると、この決定におけるデュ・フローの影響力は、彼女の政治的権威と実績に批権するものであった。 アラー法を成立させた大臣が語った新政権に参加したくない理由は取るに足りないものではなかった。彼女はこの決定に影響を及ぼしたという。2014年4月8日、バルス首相は憲法49条1項に基づき所信表明演説を行った。演説後に会員では首相の信任投票が行われ賛成306、反対239、 危険26で、バルス首相は、下院の信任を受けた。バルス内閣は首相を含む17人の大臣と14人の担当大臣により構成されており、首相を除くと、大臣は、男性8人、女性8人、担当大臣は、男性7人、女性7人のそれぞれ同数からなる。全内閣からは9人の大臣が再任され、5人は、補職が変更された。一方、 先の統一地方選挙における、バランティニー市議選で落選したピエール・モスコビ自然、経済、財務省は政権を追われることとなった。新たに入閣した大臣は、セゴレーヌ・ロワイヤル・エコロジー、持続可能開発、エネルギー省とフランソワ・レブサメン、労働、雇用、労使対話賞の二人である。バルス内閣は、戦う内閣と称され、内閣を構成する大臣の人数が削減されている。 また、バルス首相は、スペイン生まれであり、バルス内閣は、帰化フランス人が首相を務める、第五共和制初の内閣である。所属政党、バルス内閣は、社会党員あるいは社会党に近い人物を中心に、構成されている。公職歴、学歴いずれも、祖閣辞典。ありがとうございます。